はい、皆様こんにちは。ということでね、ようやくできるよポケモンということで、ね、ポケモン今回シールド選びました。そちらの実況ね、本日からやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。本当はね、発売日近くでやりたかったんですけれども、まあプライベートにお引越しとかいろいろありまして、で12月からのスタートでございます。はい、キャラクターとかはちょいちょい知ってたりするんだけど、ツイッターで流れてきたりとかもあるので、もうなんかストーリーとかは全然知らないので、もう初見プレイということでね、楽しんでいこうと思いますので、ネタバレ等々はね控えていただけますとありがたいです。ということで、じゃあ最初の設定からやっていきましょうか。まあ漢字ありの方が分かりやすいもんね。では写真、いや今回めっちゃ可愛いんだよな、主人公の女の子で、多分髪型とか髪の色とか後々変えられそうな感じするから、ちょっと今回これでいこうかな。最終的に今実況やってるエクシリアのね、エリーゼっぽくしたいなって思ってるので、まあこれが一番髪色とか似てるかなって思うので、これでいこう。はい、じゃあお名前は、まあ、私の名前でいきましょうかね。あ、ちょミスった。ミスった、ミスった。はい。では、行きましょうか。一度決定した言語は途中で変更できません。ひらがな漢字は設定でいつでも変更できます。よし、行きますか。いや、めっちゃ可愛い、ほんと。なんかファッションとか楽しんでいきたいですね。登録を完了しました。ついに携帯機から抜け出して、据え置き機でのポケモンですよ、初めての。BW2 でね、ドットから、卒業したのもちょっと感動したんですが、今回はなおさらちょっと、強い機器だからグラフィックともに成長してると思うとワクワクします。お、オープニングかな？なんか、有名人で言うそうじゃない？ポケットモンスターの世界へようこそ。はい。ここ、ガラル地方は豊かな自然と美しい街。なんか、イギリスが舞台みたいですね、今回ね。そしてたくさんのポケモンと共に暮らす素晴らしい場所。いいですか、私たちはポケットモンスター知人って。あ、出た、ゾウさん。ポケモンという不思議な生き物と力を合わせ暮らしていますよね。そのポケモンたちは海や空、道の中、至る所にいます。ふんふん。そしてポケモンを育て戦わせ競い合う人たちをポケモントレーナーよね。はい、私もトレーナーになりますか、今からね。あ、ローズさん、え、博士、あれ今回違うよね、博士。それではガラル地方で最強のポケモントレーナーチャンピオンダンデの戦いを皆様にお願いします。あ、そう、この人はダンデは知ってるね。前々から出てましたね、情報ね。現チャンピオンリザードンですからね。ほら、今回のでもすごい、なんかスポーツ感がすごいらしい。あ、出た、この人なんでエキシビジョンといえどお前の無敗記録を合わせる。そう、この人超人気だよね、キバノさん。どんな試合でも負けないぜ。いや、ちょっとキバノさんかっこいいのわかるよ。これはダイマックス。お、なんかめっちゃコントローラー震えてるんですよ。かっこいい。はい、じゃあやっていきましょうか。今回博士ポジションってソニアちゃんだっけ、確か女の子だったような気がするんだけど。あ、出た、羊。あ、ゴンベがいる。かわいいな、自分のアバターだけどかわいいって思うわ。あ、スイッチやってんのかな。あ、出た、ホップ。はいはい、ライバルポジションホップって。あ、なそれ、お兄のスマホか。あ、なスイッチじゃない、スマホなんだ。というか兄貴のエキシビジョンマッチ見てたか。兄貴の目はビシッとディザードンポーズを決めるんだぞ。ホップくん、今日は大事な日じゃないの。あ、ママは今回こんな感じなんよね。え、こうやってさ、ママの髪の色とかも主人公に合わせて変わったりすんの？どうなんだろう。ありがとう、テレビ後でいいか。兄貴の試合は全部録画しているし。ママ来いよ、きっとプレゼントもらえるからバッグを忘れるんじゃないぞ。はい、はいはい
どうもどうも。よし。あ、動ける動ける。かわいい。かわいい。これポケモンについて書かれた本や雑誌が並んでいる。おー、ちょ、なんか感動なんですけど。やっぱカメラ操作っていうのはないっぽいね。右スティックでカメラっていうのはない。ママがコメディドラマを楽しんでいるテレビだ。備え付けの暖はどんな寒い冬でも安心。ゴンベはママのポケモンなのかな。ホップくんが言ってたよね、バッグ忘れるなって。バッグと帽子ならもうあなたの部屋にあるでしょ。はい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 。ママが絶対に買うと言ってた最新型のオーブンレンジ。へえ、ロトムとか使わないんだ。残り物があるとゴンベが食べるので進化はピカピカ。水回りはね、ピカピカしないと私も嫌だね。冷蔵庫の中にはみんなの好きな食材でいっぱい。もうこれ間取り的には 2LDK みたいな感じですか。あ、これか。もうママが使っていたバッグを手に取った。今回この子11歳らしいね。11歳か12歳ぐらいらしい。かわいいよね。将来有望な美少女やわ。はいはい。X ボタンでメニューね。メニューでレポートを選ぶと記録できます。同じくタウンマップを選ぶと地図や行き先を確認できます。探検心得はバッグの大切なものに入っており、いつでも確認できます。お、じゃあ早速。お、もうレポート書ける。さあ、早いでしょうか。お、早いね。私なんかさ、第3世代、ルビサファーのさ、レポートがすごい遅い印象があってさ、それなんかちょっとポケモンのレポート少し懸念しちゃうんだよね。家族で買いに行ったベッド。寝心地が良くてすぐに眠れる。かわいい。ゲーム機に合わせて買ってもらった最新型のテレビ。でかいね。ポケモン EV のぬいぐるみ。触り心地がとにかくいい。あ、ちょっと待って、なんか贈り物とかないのかな。ないか。ちょっと待ってよ。戦闘アニメを見ましょう。試合のルール入れ替え。ジャイロセンサー。ポケモンキャンプのカメラ操作。へー。ポケモンキャンプ、そう、なんかあれ、カレー作ったりとかもするらしいけど、どうなんでしょうね。ちょっとタイムアップも見ておきましょうか。あ、ロトムだ。私がいる村が今、ハロンタウンってところだね。ほうほう。ブラッシータウン。で、ここは集いの空き地。あ、マップ結構、大きいねこれ。ちょっとこれは周りがあるわ。よし、じゃあ行こう。はいはい、ホップが待っています。デートやな。ごめんて、もうちょっと待って。はいはい。おお、なんか外国の家って感じ。こいつなんだっけ、チュリネだっけ、なんだっけ、こいつ。かわいいよね。なんだよ、もうお前のカバンでかすぎだぞ。まあ、それなら兄貴がどのポケモンを変えても平気だな。うん。あ、ウールか、こいつ。どうしたの。かわいい、ウール。ドン、ドン。どうせだったらね、やっぱガラルのポケモン使っていきたいですね。おいおい、ウールたらガシガシ体当たりを構えてるぞ。まだ海の森には怖いポケモンがいるんだぞ。ごめんな。でもホップの相棒もウールなのかな。でかいカバンでついてこれるか。かわいい、コロコロ転がって。走るっていうのはないのか。そんな中またランニングシューズみたいなのもらえるんですかね。羊がいっぱいいるんだけど。あ、こんにちは。あ、科学の力ってすげえおじさんいた。歩いてるだけで公開用勝負が始まるとって無事議なんだな。この後はね、シリーズ恒例ですよね。ホップが探してたよ。お隣さんのように街の外行っちゃうな。こっちで街の外に行くことになるのか。あ、森に行くのはまたもう少し後になりそうですね。
あ、キャンプしてる。使い込まれて油の染み込んだバーベキューコンロだ。だからやっぱチャンピオンの家だからお金持ちだね。ほらほら見てよ、このちょブロジワチーのお家。あの世界名作劇場に出てきそうな。いや今の子知らないかな、世界名作劇場。カジノダイム、おかえりホップ、ムンさんもこんにちは。あ、どうもどうも。あれ兄貴はまだだって言ってるでしょ、本当に慌てんぼなんだから。ようやくブラッシュタウンの駅に着いた頃じゃない。分かった、兄貴は方向音痴だもんな。迎えに行ってやるぞ。そうね、それが安心かも。ムンはまだ会ってないよな。一緒に行こうよ、兄貴を自慢したいんだ。どうもね、待ってるからな。大丈夫なんですか、ちょ有名人だからなんかサイン攻めにあったりとかしてないんでしょうか。大丈夫かな。ダンデに会ったらよろしくね。バーベキューの準備をね。バーベキュー早くしたい、カレー作りたい。たっぷり入る家族サイズの冷蔵庫。そう、なんかあのホップのベッドの下とかにエッチい本とか落ちてるしないかな。ダンデも忙しくてたまにしか帰ってきません。それでも部屋きれいにピカピカにしておかないとね。おお、あ、これダンデの部屋、チャンピオン。長らく使われていないヨードが綺麗に整えられているベッド。いや、ぼんごしいっぱいあるね。本棚の上段には大人が読む難しそうな本がたくさん並んでいる。こっちがホップか。ちょっとしわくちゃのシーツ。ホップがいつもチャンピオンの試合見ているテレビ。よし。あ、え、こいつなんだっけ。あ、チョロ猫だっけ。確か懐かしい。第5世代だっけ確か。ホップにとって兄貴はスーパーヒーローなんだよな。ふんふん。あ、すごいね、これお兄ちゃんの戸籍。あ、お兄ちゃんの写真もある。チャンピオンについて書かれた本がたくさん。うん、やっぱ嬉しいよな。だってさ、お兄ちゃんが有名になるとこの町も有名になるじゃんね。あ、どうも。はいはい、いいかも。野生のポケモンは草むらからバーンと飛び出すぞ。周りには仲間のウルーがいるから野生のポケモンとも戦えるけどな。もうそうもいかないだろう。だから草むらスルーするぞ。あ、はい。今回にムーンさんね、ちょっと興味あるのがサニーゴなんだよね。ゴーストタイプになってますよね、サニーゴ。ガラルサニーゴ。かわいいよな、あいつ。あ、どうも。ここもすぐ進めば駅だ。入ろうとする。入るなって言われて、あ、やばい、なんか、え、人だかりができてますよ。お兄ちゃんじゃないの。怒られるかな、入ると。草間に入るなよ。あ、ほら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 、女の子ちょっと泣きそうな顔するやんけ。感動しちゃって。はいはい、皆さんのためにもこれからも最強の勝負をします。我らが無敵のチャンピオン、あんたとディザードが最高だ。みんなポケモン育ててどんどん勝負してくださいよ。そしてチャンピオンの俺に挑戦してくれ。はーい、私たちもダンデさんに憧れてポケモン勝負してます。でもチャンピオンのリザードン強すぎるもん。確かにリザードンは強い。他のポケモンたちも強い。だからこそ最強のチャレンジャーと戦いたい。俺の願いはガラル地方のポケモントレーナーみんなで強くなることだからね。バカー。かっこいい。相変わらずリザードンはかっこいいですね。兄貴スカイシのチャンピオンファンがまずは迎えに来てくれたか。ポップ、お前背が伸びたな。そうだな、ズバリ3センチ。おほほほ、仲良し。その瞳の色、分かった、君がムーンくんだね。あれ、ご存知でしたか。ありがとうございます。弟からあれこれ聞いているぜ。俺はガラル地方で最強、そしてディザードン大好きなポケモンチャンピオン、人に無敵のダンデだ。兄貴、ムーン、家まで競争だぞ。ポップのやつ、相変わらず勝負好きだぜ。いい競争相手があれば、あいつももっと強くなるのにな。
はい。キャー！あ、すごい、このマントのお城とかすごいんだけど。いろんな賞を取ってきたんですかね。生きてきた証ですね、彼が。え、なんかリザード置いて帰ってんだけど大丈夫？兄貴、約束のプレゼントは俺とお前にポケモンくれるんだろ。最強のチャンピオンから最高の贈り物、素敵なポケモンたちによるご機嫌のアピールタイムだ。うん、じゃあ行きますか、ポケモン選び。最初のパートナーね、まあ決めてるんだけど、もうどんなポケモンたちかよく見ろよ。もう出た、サルノリ、ヒバニー、でメッソンだよね。はい。かわいい。これね、このムービーがね超かわいいんですわ。やっぱ御三家かわいいよね、進化前は。ほらかわいい。かわいい。今なんかレートだとサルノリの最終進化が幅を利かせてるらしいけど。仲良し。はい、かわいい。誰を選ぶんだ。あ、決めてるんですけどね。ムンさんはね、一番最初ポケモン初見でやるときはね、絶対にこのタイプっていうのはもう決めてるので、先に選んでいいぞ、俺にはウーラもいるからな。はい、俺の願いはガラージュのポケモン隊なの。そうだよね、君のパートナーを選ぶ強い隊になってもらう。ありがとうございます。さあ、私はこの子で行くよ。一番最初はね、水タイプって決めてるので、私の中ではメッソン。はい、よろしく。はい。ちょっと私ね、最近までね、ちょっといろいろあってね、おかゆしか食べてなかったんですよ。おかゆとかお豆腐とかね。なので、ニックネーム、おかゆ。よし。で、行きまーす。はい。行くよ、おかゆ。かわいい。かわいいんだわ、メッソン。メッソンか、いいセンスだぞ。で、俺のパートナーヒバにお前はぞ。なんか最近のさ、ライバルって、なんか昔だとさ、こう、主人公の有利属性のタイプを選んでたけどさ、なんか最近結構不利属性選ぶライバル多いっすよね。俺はチャンピオン目指してるから、お前もビシビシ鍛えるぞ。かわいい。ヒバにもかわいい。わかっているぜ、ホップ。だからお前と共にポケモンプレゼントしたんだ。なんと競い合いを俺を目指して強くなれ。あ、残されちゃったよ。ポツンとしてるじゃん。君は俺と行こう。俺のディザードも強く優しく、そして厳しいぜ。一番ガチャ成功してるかもな。ご主人様ガチャ。ほら、みんなご飯ができたわよ。ポケモンも一緒に食べな。バーベキューしてる。お腹空いてくる。翌日、相棒のポケモンと長い夜を過ごしたんだ。もうあれですね、もう夏気度マックスやな。大事なパートナーへの愛と理解深まったよな。はい、もうすっかりメッソンと仲良しだぞ。はい、無敵のチャンピオンである俺のライバルとなる。はい、目指します。兄貴と戦うの俺だぞ。あ、バトルかな。ポケモン連れていればダイモンがポケモントレーナー。いいか、ポケモントレーナー、ポケモン戦わせ育てるんだ。お前たちがポケモントレーナーかどうか俺が見届けよう。二人で勝負するといい。準備ができたら教えてくれよ。お、じゃあ初バトルいきますか。君の人生で初めてのポケモン勝負を始めるんだな。はい。パートナーのポケモンを信じる。心から大事にするんだ。それでこそポケモンの強さを示す技を選べるし、何より勝負も楽しめるぜ。
はい。兄貴が部屋に置いていた本や雑誌を全て読んだ。よし、行こう。今回ちょっと初バトルして終わりかな。ズル。え、ちょっと、ちょっと待って、こいつもしかして2匹使ってくんのか。おい、ちょ、ズリーぞ。最初から2対1か。結構ヘビーなことを今回要求してきますね。じゃあ行くぞ、おかゆ。ダンク。ふんふん。ちなみにバッグの中身は、あ、傷薬が3つ入ってますね。よしよしよし。まあ最初のバトルはね、だいたい脳筋でいける印象があるんですが、私は体当たり毎日だったら傷薬使いましょう。よいしょ、よし、 OK、 いいね、乱数来てました。おお、よしよしよし。水技、水技、おお、来た。え、おー、早いね。泡とかじゃないんだ、水鉄砲。よし、来いよ、うさぎ。ひまにー、ひまにーかわいいな。よいしょ。そうだよ、私はポケモン歴をなめんなってそんながっつりはね、なんかデートとか少しぐらいしかやってないけどでも一応前作やってるからね、ポケモンよしよしよし。いやね、なんか最近ポケモン枠ってね、このポケモンはなんか何世代とかもうどんどん分かんなくなってきちゃってるね。お、早い早い早い、いいぞ、かゆ2匹ついていたのに、もう来た。お前とメイソン強すぎだぞ。ありがとう。すごいな、お前兄貴がポケモン譲ったのもわかるぞ。お前のリザードも出して参加するところだとやめてください。ちょっと思いつきますからね。見どころのある君のお願いだ。ホップのライバルにもなれ、二人で強くなるんだ。そうだね、ちょっとね、あの最終的な目標はダンデさんですけれども、やっぱりあの直近の目標を作るのも大事なことですから。うん、ポケモンジムに挑ませてくれ。なるほど、ガラル地方最大のイベントジムチャレンジに参加したいのか。分かった、二人とももっとポケモンに詳しくなれ。特にまあ君はポケモン図鑑を手に入れるんだ。ポケモン図鑑を使えばポケモンの強さなども分かる。ちなみにポケモン図鑑に詰まっているのはデータではなく愛と情熱なんだぜ。よし、まあポケモン図鑑をもらうのはポケモン研究所だ。今のノリの良さ最高だ。博士に俺から伝えておくよ。はい、図鑑完成させるのも伝説の1ページだぞ。ちょっとね、ソードをね、まだ買ってないんだけどね、買うかどうかちょっと迷い中ですね。あのスイッチライトも買ったので私。よし、ということでじゃあ初回はここで終わりにしておこうと思います。じゃあ次回、ポケモン研究所を目指してね、ちょっとポケモン図鑑もらわなきゃいけないということでやっていきます。はい、では初回、いや、めっちゃ楽しかったな、久しぶりのポケモンストーリーですが。はい、じゃあまあ、最終目標はダンデ撃破ということで頑張っていきます。はい、ご視聴いただきありがとうございました。